その間に部屋の掃除そんなことある？人物を指名しろ。来たこれが僕の答えだ。はい、来た。謎を解く鍵はあの子キャラいいんやけどね。普通になんか面白おかしくていい子やなと思ったんやけど。そのダイイングメッセージを時計回りに180度回転させてみると。いなくなってしまうんか、最初の学級裁判で。アルファベットの LEON って文字が見えてくるんだよ。でもこれがさ、最初にマイドヌさんにから攻撃されての正当防衛やとしたら、やっぱり2人目桑田くんの名前だよね。の殺人は別の人ってことやんね。それとも1人殺したけんもう2人目も一緒かとかじゃないよね。何言ってんだよ。たまたまだって。どういうたまたまだよ。たまたまそう見えただけだって。偶然の産物だっつーの。そんなことはないと思う。偶然なんかじゃないよ。彼女は壁にもたれかかった体勢で、背後の壁にメッセージを書いた。後ろ手に書いた剣逆さまになったんよね。手だけを背中の後ろに回した後ろ手の状態でメッセージを書いたんでしょうね。そんな体勢で書いてしまったせいで、正面から見ると180度ひっくり返った形になってしまったのか。実際に自分で試してみるといいわ。その状態で書くと字が反転してしまうはずだから。うん、そうなるね。なの、ただのこじつけじゃねえか。こじつけじゃないよ。どう見てもあなたの名前だから。俺が犯人だ。てくそんなこと言うんじゃねえって。あなたが犯人じゃないなら、どうしてあなたは証拠を処分しようとしたの？は？苗木くん、あなただって知っているはずよ。キリギリちゃんはいつの間にそんなにいろいろと調べ上げてんだ。処分した証拠のこと。探偵とかにもいとんじゃない。桑田くんが処分しようとした証拠って、トラッシュルームの焼却炉の前に落ちてた例のもののことだよな。それは、何？どこ行った？あ、これか。違う、こっちか。え、どっち？こっち？ワイシャツの前かす？え、どこ行った？消えた。ワイシャツの前かすでいいんかな？はい。ガラス玉。ま、焼却炉の前に落ちてた。ワイシャツの前かすのことだよね。マッチだけやったらね、違う方って思ってしまうかもしれんけん。犯人は前園さんを刺し殺した際、返り血を浴びたんでしょう。その返り血を浴びたワイシャツを処分するために、それを焼却炉に放り込んだのよ。その際に燃えかすを残してしまったのですね。きっと犯人も気づいていなかったはずよ。気づいていたらもっと慌てているはずだもの。でも気づいとっ、慌ててはなかったけん。あれか、気づいとったとしても鍵がね、開けれんけん入れんかってやろうけん。そういうふうに。なんだそのワイシャツだけで桑田レオンを犯人だと断定できるのか。袖口が白いワイシャツを着てる人は桑田くん以外にもたくさんいるもんね。そうだ、ワイシャツを着てるやつなんて俺以外にもいるんだ。そんな燃えかすだけじゃ誰のもんかなんて分かるはずねえだろ。証拠品自体から割り出せなくても他の点から割り出すことができるかもしれない。ここで次ガラス玉か。どうやら見えてきたみたいに、全ての謎の答え。なんとなくだけど、犯人が処分し損なったワイシャツの燃えかす。ここから犯人を割り出すために注目すべきなのはこの証拠品の処分の方法。そのワイシャツを処分した方法、そこに注目すれば犯人を割り出せるはずだよ。桑田レオンは野球部やったよね。なるほど、俺には分かったぞ。トラッシュルームの鉄格子を開けなきゃ焼却炉には近づけねえし、あの焼却炉のスイッチも押せねえはずだよな。それがね、君のそんで君の腕力があれば投げれるんすよ。そのトラッシュルームの鍵は掃除当番が持ってんだったよな。つまり犯人は掃除当番ってことになるよな。すげえ余裕やけど。びっくりした。めっちゃ余裕かましとるやんと思った。
いや、そうじゃない。掃除当番以外でも、あの焼却炉で証拠を隠滅する方法はあったはずだ。そしてその方法こそが、桑田くんが犯人だということを示しているんだ。でも実際こういう場合ってどう？証拠になるもん。割れたガラス玉。野球部やけん、球を投げました。トラッシュルームの鍵は？証拠にならんような感じがするけどね。掃除当番が持ってんだってよな！つまり、焼却炉に近づけたのは、掃除当番だけ？焼却炉に近づかなきゃ証拠隠滅なんてできやしねえ！つうことは、犯人は掃除当番だ！確か掃除当番は君だよ、君。僕？掃除当番は君なんだけども、犯人じゃないのは分かってるよ。掃除当番以外にも焼却炉で証拠隠滅する方法はあったはずだ。犯人はあそこに落ちていたあるものを使うことで鉄格子を開けないまま焼却炉を稼働させたんだ。トラッシュルームの鍵、それが割れたガラス玉。つまり掃除当番だけ。焼却炉に近づかなきゃ証拠隠滅。はい、それは違う。ブレイク。ちょっと待って、掃除当番じゃなくても証拠を処分する方法はあったはずだよ。だが鉄格子を開けなければ焼却炉の火をつけることはできんのだぞ。ガラス玉でスイッチを押せばよかったんだよ。投げて、それが可能だったんだよ。これを使えばね。ん？割れちまってるけど、ガラス玉みてえだな。いや、水晶玉のはずだったんだけども。これを使うってどうやって使うの？人から見たら水晶玉もガラス玉も違いあるんかな。違いはあるんやろうけど、わからんくない？犯人はこのガラス玉を使ってあることをやったはずだ。それは投げる。これだ！振らない、絶対違う。犯人は鉄格子の隙間からこのガラス玉を投げたんだ。焼却炉でもさ、占いに使う用のガラス玉というか水晶玉やったらさ、結構大きくない？そうやって焼却炉のスイッチを押すことで広いのか。焼却炉に火をつけたんだ。そんなに隙間あったんかな。鉄格子の隙間から投げた。山田くんは前に言ってたよね。焼却炉の火がつけっぱなしじゃないですか。おかしいな。前に来た時はちゃんと火は消えていたはずなのですが。妖精さんの仕様だ。かわいい。鍵を持っていた山田君も知らないうちに焼却炉の火がついてたのは、犯人が鉄格子を開けずに焼却炉のスイッチを押したからだったんだ。そうやって焼却炉の火をつけたところで、そこに丸めたワイシャツを投げ込んだんだよ。おい、何言ってんだよ。私最初さ、あのワイシャツとあの水晶玉を組み合わせて投げたんやと思ったんやけど、投げたのはボタンを押すためだけやったよね。証拠隠滅後の状況の、そのワイシャツだけを丸めて投げたところでスピード出んやろうし、その辺にファサーってなる気がするんやけど。割れたガラス玉、つけっぱなしの焼却炉の火、燃えかすが残ってしまったと雑な処分方法。掃除当番の犯人にはもっと丁寧に証拠を隠滅しているはずよ。いや、ちょっと待てって。でもさ、鉄格子から焼却炉までって10メートル以上は離れてたよね。ほら、そんなん飛ばせる？そんな距離からガラス玉を投げて、ガラス玉とはいけると思うよ。知らんけど。でも超高校級なんやろ。いけるやろ。そんなこと本当にできるのかな。そうだ、そんなの不可能に決まってんじゃん。難しいかもしれないけど、不可能じゃないはずだよ。まあ、でも一回やってしまわんかったらさ、もうそれを回収してくることはできんけん大変ではあるやろうけど。いや、犯人にとっては難しくさえなかったのかも。だって犯人は超高校級の野球選手。だって犯人は超高校級の野球選手だったから。そうだよね、ガタ君。バカ言ってんじゃんねって。確かに超高校級の野球選手と称される彼なら10メートル先の的など大したことないでしょうね。はあ、自分の特技があだとなって。ふざけんな。俺は、うん、これは満場一致なんじゃない。犯人なんかじゃねえっつーの。つうか今の推理だって全然間違ってんだよ、このクソボケうんこだれ。これは
満場一致じゃなくて もう確率に犯人自身は他の人刺し合うわけにさ、まだ認めない、満場一致じゃなくても多数決で、多数決って言ったよね、多ければ大丈夫ってことか。ナイジ君、もう一度事件を振り返って彼の犯行の全てを明らかにするのよ。それで終わりにさせましょう。これ以上なんかできることある？だったら何が終わりだってんだよ。君の命だよ。君が何と言おうと全ての謎はもう解けてんだ。今回の事件の答えはこれだ。まとめるだけか。これからクライマックス推理が始まります。説明をお聞きになりますか？じゃあ聞かせてください。学級裁判を決着づける最後の推理、それがクライマックス推理でございます。このフェーズでは事件の総まとめを行います。事件の流れは漫画形式で再現いたします。漫画形式？しかし漫画には所々コマが抜けております。与えられた推理コマを抜けているコマにはまい込んでいき、漫画を完成させてください。何それ面白そうまた抜けているコマに照準を合わせ A ボタンを押していただくと、なんということでしょう、画期的なヒントをご覧いただきます。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。クライマックス推理開始。おー、若干デフォルメされてる感じなんやね。ちょっと待って、とりあえずこれが、これ一番最初のページ、ふんふんと相手を呼び出しました。すげえ怪しげに入ってきてるけど、別にこの時は普通やったんよね。で、その次、その次、え、その次、あ、なんか狙われそうになった件、これか、模造刀で、え、他にもある、お、あれ待って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 、え、これに行くの早いか、え、でももうこれ部屋入ってきてるよね。え、外におるよこれ。なんだ、どういうことだ。あ、違う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 わ。ちょっと待って、これはこっちか、ここで手に取るんやね、模造刀を。あ、ここか、これ一番最初ってことか。なるほどね左から右に読み寄った。一番最初これが、はい、歯に訪ねてきました。で、入ってきて、で、どうした、何の用みたいな感じになったところを包丁で狙ってきた。で、包丁で狙ってきて、この5つってことか。じゃあ次これかな。で、もう一回包丁を振りかざそうとしたところに模造刀を手に取って反撃。で、反撃して手首が折れました。で、その次に、え、なんだ、え、え、その間に部屋の掃除、え、そんなことある、違うよね違うよね。え、でもさ、どういう、ここも殺されとるやん。あ、で、ここコロコロしよりやろ。あ、で、これか。で、これからの、あ、一枚いらんやつがあるってこと？私ぴったりあるんやと思っとった。なるほどね、そういうことか。やけん、これどのシーンなんてめっちゃ言ったもんね、私さっきのあの、これが事件の全貌だよ、包丁のやつ。そんなシーンなかったってことやん。その攻防の末、ボギ島の攻撃によって、そりゃ分からんわけやわ。そこで包丁を奪われてしまったんだ。いや、なんかバシッてやられて、包丁落としたとこなんかなんなのかなってめっちゃ思ったんよね。犯人はすぐに後を追ったけど、なぜかシャワールームのドアは開かなかった。立て付けが悪くて。僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪くて、コツを知らないと開けることができなかったんだ。前園さんは僕が教えたから知ってたけど、もちろん犯人はそれを知らなかった。それでも犯人は何とかドアをこじ開け、そして奪った包丁で、
なんか最初狙われてたのが自分とはいえさ、この漫画で見たらやっぱり犯人めちゃくちゃ怖いんやけどやっぱかわいそうってなっとったけど、この絵で見たらめちゃくちゃ怖いんだが。だけど前園さんは残った力でその場にダイイングメッセージを残した。犯人に気づかれないように自分の背中側の壁にね。だからそこで彼女は力尽きてしまった。私ここのシーン、このシーンもよくわからんかったね。この右側の絵これは最後の最後力尽きる直前にブルブルってなったってこと？そのシーンもよくわからんかったけどさ、前園さんを殺した後、なぜこのタイミングでダイイングメッセージってなったんよね。まず帰り地のついたシャツを脱ぎ、そして僕の部屋にあったクリーナーで部屋中を徹底的に掃除した。自分が部屋を訪れたという痕跡を消すために。その後犯人は脱いだワイシャツを処分するためにトラッシュルームに向かった。そこにある焼却炉で帰り地についたワイシャツを燃やそうとしたんだよ。トラッシュルームは鉄格子で封鎖されてて焼却炉に近づくことができなかった。そして水晶玉も結構小さい。そこで犯人が使ったのは葉隠れ君がランドリーに置き忘れていたガラス玉だったんだ。たまたま置き忘れてくれとってよかったね鉄格子の隙間からガラス玉を投げることで焼却炉のスイッチを入れたんだ。でもさ、中にいろいろと置いてくることには何もためらいはなかったんかな。なぜここにとか絶対なりやんから。犯人は自信があった。犯人は超高校級の野球選手だったからなんだ。正確なコントロールで投げられたガラス玉は焼却炉のスイッチに当たり、そして焼却炉は稼働を始めた。そして次にそこに縛ったところでさ、絶対そんな飛ばんってそこも超高校級の野球選手やけんってことになるかな。証拠を隠滅した犯人を安心しすぐにトラッシュルームを後にした。だけどそこには誤算があったんだ。燃えかすが、まあね、はみ出とってもちゃんと家に行くことができるもんね。焼却炉から焼け落ちてしまったんだよ。そしてそれが決定的な証拠となってしまうことに犯人は気づくことができなかった。そうだよね、クワタレオン君。はあ、もうこれで追い詰められたんじゃないかい。コンプリート。あのガラス玉は葉隠れ君がランドリーに忘れたものらしいけど、クワタ君はシャツの血を洗い流そうと向かったランドリーでそれを見つけたんじゃないの。そしてその時今の方法を思いついた。どうなのクワタ君、何か反論はある？反論はあるかって。あるびっくりした。もう反論する力もないかと思った。今のって全部推論だろ。証拠がねえじゃねえか。証拠がいや、まあだってね、もうなんかこれを言ってしまえばおしまいやけど、警察が間に入らんかったらさ、指紋を調べることもできるし、ただの電池だそんなもん認めねえぞ。こういう方法で推理していく以外にないやんね。苗木くん、だったら教えてあげるといいわ。彼が犯人だという証拠をね。他に何かある証拠？あなたはその証拠を持っているはずよ。え、何？僕が証拠を持っている？これからマシンガントークバトルが始まります。説明をお聞きになりますか？あ、まだ来た。聞かせてください。最後のあれで終わったんじゃないんかい。何？なんかリズムゲーっぽい感じ。学級裁判では時に相手が相手、あなた様の意見を全く聞き入れようとしない場面が訪れます。てか、最終的に犯人はそうなんじゃない？すんなり受け入れたら自分が死ぬんやもんね。そりゃ、力の限り抵抗するやろ。その時に発生するのがあなた様と相手との1対1の口論バトル。マシンガントークバトル。MTB でございます。MTB で現れる相手の発言をリズムに合わせて破壊していくのが目的です。あ、やっぱりリズムゲー苦手です。画面下を流れるテンポマーカーが真ん中に来た時にタイミングを合わせてボタンを押してください。真ん中？ああ、そういうことね。あの丸いやつ？
結構な頻度で押さんといかん感じ。テンポマーカーが真ん中に来た時に A ボタンで相手の発言をロックオン。どういうこと？すべてで A ボタンを押す必要はないってこと？テンポマーカーが真ん中に来た時に Y ボタンでロックオンした発言を破壊します。これによって相手はダメージを受けます。破壊できなければあなた様が痛い思いをされるでしょう。待って、よくわからん。なお、ボタン入力を連続で成功させるとコンボとなり、一定回数成功するとテンポアップいたします。いや、やっぱ全部なんか。逆にミスを連続するとテンポダウンいたします。テンポが変わればボタンを押すタイミングが変わります。ご注意ください。テンポアップされん方がよくね。相手に一定のダメージを与えると、ウィークポイント発言を出してきます。議論と同じように、言霊を Y ボタンでお打ちください。一定時間内に論破なさいますと、あなた様の勝利でございます。発言力ゲージ、またはタイムがなくなると失敗でございます。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。犯人はシャワールームのドアノブからネジを外す際、その部屋にあったものを使わなかった。その代わりに彼が使ったのは、おそらく彼自身のものだったはずよ。あ、なるほどね、証拠、それ。ドアノブからネジを外すのに使われた彼自身のもの。それってひょっとして…絶対に認めねえぞこのアホ、小学生みたいな語彙力になってきよりは大丈夫か。桑田くんが犯人と示す決定的な証拠、それを彼に突きつけるんだ。マシンガントークバトル開始。証拠あんのか、ふざけんな。待って、怖い。認めねえ、俺じゃねえアホ。めっちゃ怖いんですけど。証拠あんのか、ふざけんな。これできよん、認めねえ。待って、ね、これできてるの、よくわからんねえけど。どのタイミングでさ、打てばいいんかがわからんねえけど、 A ボタンじゃなくてさ、 Y の方を。でもとりあえずなんかとどめ、これで証明するよ。おここで工具セット。ごめんね、君の最後の発言聞いてなかったわ。ちょっとテンパって。ネジが外されてたけどさ、犯人はそのネジを外す際どんな道具を使ったんだろうね。ネジを外すっつったらドライバーだろ、うん、だったら配られた工具セットの中にあったべ。あれを使ったんでしょうな。他に工具などありませんでしたし。だけど僕の部屋にあった工具セットには使われた形跡なんてなかったんだ。なんでわざわざ自分の部屋取りに戻ったん、持ってきとったん、呼び出されたのに。犯人は現場を苗木くんの部屋ではなく前園くんの部屋だと思い込んでいたはずだからな。じゃあ取りに戻ったってこと。工具セットは男子だけに配られたものだから、その部屋にあるとは思わなかったんだろうね。だったら犯人が使ったのって誰の。じゃあ殺すまでの間にちょっと時間があったってことなのか。アホアホアホ。と犯人は自分に配られた工具セットを使ったはずだよ。アホ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 。桑田くん、君の工具セットを見せてもらえないかな。もし僕の考えが合っているなら、その工具セットのドライバーには使用された痕跡が残っているはずなんだ。使用された痕跡ってなんなんやろ。使ったらなんかなるの、削れとるとか。もし別の用途で使ったというなら、どこでどんな使い方をしたのか説明してもらおう。先に言っておくけど、なくしたなんて言い訳はなし。追い詰められた。アポ。どうやら反論はできないようだな。これで終わりのようですわね。抜け殻のようになってしまった。これさ、夜中に部屋で見たらなかなか怖くない？今夜中じゃないけど。なかなか怖くない？あの絵面一人で見るのさ。よかった、ユウ。これ一番いい？ユウ。わからんけど。